7月2日、春日井市安全なまちづくり協議会が行う令和4年度春日井安全アカデミーが春日井市役所で開校しました。開校にあたり入学式が開かれ、春日井市内外から69人の受講生が集まりました。開校式では協議会の会長を務める石黒直樹市長をはじめ関係者が挨拶をしました。このアカデミーの卒業生は延べ約3200人、でその中でもモニターとして活躍していただいている方が346名、人生100年時代と言われる今この春日井の皆さんでぜひ守っていただきたい。皆様方の日々の活動のおかげさまで春日井市の安心安全保たれていると理解をいたしております。私も以前アカデミーに受講したことがありますが、大変優秀な素晴らしい講師の方々が揃っております。春日井安全アカデミーは生活に身近な防犯や防災を学ぶ市民大学として平成7年に始まりました。これまでにおよそ3200人が卒業し、そのうち346人が春日井市の安全・安心・まちづくりモニターとして活躍しています。モニターとはボランティアとモニターを掛け合わせた造語です。地域の安全のために自発的に行動するとともに、行政などの機関と協力し時に提言できる市民を意味します。そんな地域の安全安心の要となるモニターを育成するため、春日井安全アカデミーは行われています。春日井市を明るく安全で住みよい町にするためには、市民一人一人が防犯防災に関する活動を自発的に行うことが重要です。当アカデミーでは自分たちの住む地域の安全を考え、それぞれの立場で地域のために活動するとともに、関係機関や団体に安全について提言することができる春日井市の安全・安心を担う地域のリーダーモニターを育成することを目的にしています。アカデミーで講師を務めるのは、それぞれの分野の第一線で活躍する教授や研究者です。生活安全・防災の2つのコースが用意されていて、受講生はそれぞれのコースで12月まで全7回の受講を経て、地域を守る知識と行動を身につけます。防災コースの第1回の講義のテーマは、近年の水害の状況と課題と対策。中部大学で社会基盤の整備などを教育・研究する武田誠教授が講師を務めました。講義では地域の水害を知るべく、近年の豪雨や台風による洪水・浸水の被害を振り返ります。市内を流れる河川やアンダーパスと呼ばれる低い道路など、武田教授は過去の事例をもとにどうしたら被害を避けることができるのか話していました。一方、生活安全コースは子ども安全指導者の実践的育成をテーマに行われました。日本女子大学学術研究院で地域安全のための調査研究を行うステップ総合研究所の清永奈穂所長が子どもを守るための大切なポイントを伝えます。清永所長は、犯罪の影が潜むのは地域の隙間、防犯カメラなどは隙間を埋める物理対策の一例であり、社会的な対策としては地域を見守るボランティアや子どもたちの防犯意識向上がポイントと話しました。メモを取りながら真剣に話を聞く参加者の姿が見られました。なんかすごく勉強になりました。近所の子どもにもちょっと気をかけて、注意していきたいと思います。知らないことがたくさんあって、非常に自分にとってはプラスになりました。よかったと思います。はい、なんか生かしたいですね。現場に行かせたいと思ってます。はい、子どもたちと一緒になってね、こういうお勉強会を開くといいかなと思っておりました。